私の名前はパニコ、28歳の会社員です。彼氏のソータとは友人の紹介で付き合い始めました。明るくてイケメンのソータと一緒にいるのはとても楽しくて本当に自慢の彼。お給料が私より安くていつも金欠なのが難点だけど、そこは私の稼ぎでカバーしています。ソータは申し訳なさそうにしているけど、私は全然気にしていませんよ。だってソータと一緒にいられるだけで私はとっても幸せだもの。付き合い始めて2年が経ち、そろそろ私の頭の中には結婚の2文字が浮かび始めているんですが、ソータは私のそんな気持ちなんて全然察していないみたい。それどころか最近ちょっと私に冷たいような気もするんですよね。 LINE もなかなか既読にならないし、返信も全然来ないんです。先日もデートに誘ったら、ねえ今週末は会えそう？先週も会えなかったし寂しいよ。あーごめん、仕事あるから無理。え、また仕事？最近忙しすぎない？仕方ないだろ、お前最近うるさいな。俺のこと詮索しすぎ。暇になったら連絡するから、それまで待ってろ。そんな言い方しなくても。それ以来ソータからの連絡は途絶えたままです。なんだか毎週のように休日出勤しているし、平日も深夜まで残業って働きすぎじゃない？私は兄と姉に相談してみることにしました。というわけで、そうだったらいつも忙しい忙しいって、もう1ヶ月待ってないのよ。先月誕生日に会ってプレゼント渡したきりなの。プレゼントって俺と一緒に選んだあの時計か？そうよ、あれソータにすごく似合ってたのよね。そっか、パニコがいいならいいけど、俺値段見て目ん玉飛び出ちゃったよ。そう？でどう思う？まあ会社とか職種にもよるから一概には言えないけど、俺も忙しい時は休日出勤とか残業はしてるよ。そうよね、私だって会社員だからそれはわかるんだけど。パニコが納得いかないのは、ソータさんがなかなか返信をくれなかったり既読無視することじゃないの？昔みたいな優しさが感じられないとか。そうそうそうなの。そうだよな、忙しくても一言ぐらい返信すべきだよな。俺だったら恋人から連絡来たらすぐに返信しちゃうけどな。感じる感じるわ。あのねパニコ、今のソータさんはちょっとなんていうか、きっとパニコより優先することがあるのよ。でもパニコはいつも通りに己を信じて思った通りに行動すればいいと思うわ。そうすればおのずと道は開けるはずよ。そうなの？パニコには私たちがついていることを忘れないで。私たちはいつでもパニコの味方だし、パニコの幸せを願っているから。なんだか意味深だけど、パネーの言う通りにしていれば全ては間違いなしのはず。わかったわ、ありがとうパネー、おかげでなんだかすっきりしたわ。あれ俺の意見は？ああ忘れてた、パニーもありがとね。なんだよ、いつも俺はついでなんだよな。ごめんごめん、いしし。そんなこんなで私はソータに直接気持ちをぶつけてみることに決めました。そうと決まったら善は急げ。私はすぐにソータに連絡を取り、なんとかデートの約束を取り付けました。あのさソータ。あ、なんだよ。私たち付き合って2年になるじゃない？あーそんなに経つか？うん、それでさ、私ももうすぐ30歳でしょ？そうだな。さ、だからそのほら。なんだよさっきから言いたいことがあるならはっきり言えよ。久しぶりに会ったのにイライラさせんなよ。え、そんな言い方ある？じゃあはっきり言うわ、ソータは私との結婚考えてくれてるの？あ、結婚？え、お前もしかして俺と結婚するつもり？え、そうだけど。
え、私とずっと付き合うつもりないの？いや、そういうわけでは、ごめん、いきなり結婚なんて言うから驚いちゃったんだよ。ごめんごめん、そうだよな、パニコももういい歳だしな、俺そういうの疎いからさ。いや、いいの、私一人で焦って先走っちゃってごめんね。いや、そんなことないよ。気まずい空気が流れる中、私たちはそれぞれの帰路へ着いたのでした。その後、私はすっかり意気消沈。ソータとの幸せな未来を夢見ていたのは私だけだったんですね。仕事中もため息ばかりで、周りにも心配される始末です。そんなある日、取引先社長の山田さんが私に声をかけてくれました。パニコさん、最近元気ないみたいね。みんな心配してるわよ。申し訳ありません、皆さんに心配かけるなんて社会人失格ですね。そんなことないわよ。でも、もしかして例の彼氏の件？実は山田社長と私は同じフラダンス教室に通っていて、プライベートでも一緒に飲みに行ったりする仲なんです。ソータと付き合う時も相談に乗ってもらったんですよね。そうだ、パニコさん、私いいもの持ってるのよ。じゃじゃーん。そう言って山田社長が取り出したのは、今話題のスイーツのテーマパーク、パニコレプリンワールドのチケットでした。私の大好物のプリンがテーマで、世界中のプリンが一堂に会する夢のようなテーマパークなんですよ。ゆるキャラのプリン殿下もすごく可愛くて大人気なの。チケットはあっという間にソールドアウトし、半年間は入場困難と聞いていたのに。2週間後の日曜日のチケットなんだけど、ちょうど2枚余ってるからプレゼントするわよ。彼氏と行ってきて仲直りしなさいな。社長嬉しい。やっぱりパニコさんには笑顔がお似合いよ。いつも仕事でお世話になってるんだもの。これくらいお安いご用よ。ありがとうございます。このご恩は一生忘れませぬ。こうして私は憧れのパニコレプリンワールドのチケットを手にしたのです。その後、私はすぐソータに会いに行きました。この間はごめんね、私一人で先走っちゃって。俺こそごめん、パニコの気持ち全然考えてなかったよな。パニコは俺にとって大切な人なのに、本当にごめん。いいの。それより、じゃじゃーん。このチケットって例の人気テーマパークの。これって入試困難なんだろ？偶然手に入ったのよ。一緒に行こう。わあ、楽しみだな。この前の気まずさはどこへやら。私たちはすっかり盛り上がり、再び以前のように楽しい時間を過ごしたのでした。そしてあっという間に当日がやってきました。私ったらあまりに楽しみで、昨日の夜はよく眠れなかったんですよね。しかし、ウキウキ気分で待ち合わせ場所に行った私が目にしたのは、見知らぬ女性と楽しそうに腕を組んでいるソータの姿でした。ソータ、お待たせ。この人はどちら様？こいつ、彩香って言うんだ。どうも、幼馴染なんです。あなたがお金持ちの彼女さん？はい。あなた、パニコレプリンワールドのチケット持ってるんだって？私もずーっと行きたかったのよ。ソータも行きたがってたし、彼と行ってきていいですか？こいつ、お前がチケット持ってるって言ったら聞かなくてさ。そういうわけだから、チケットはもらうぞ。ちょっと待ってよ。あんたと仲直りするためにもらったチケットを他の女と行くからよこせだと？目の前でイチャイチャしている二人を見て、私は目が覚めました。そういうこと、道理でそうだったら最近冷たいわけよ。こいつら絶対に許さん。この私を怒らせたらどうなるか思い知らせてやるわ。わかったわ。じゃ、これあげる。私はソータと彩香に貴重なチケットを差し出しました。素直だな。まあお前は俺にベタ惚れだから何でも言うこと聞くもんな。
私の手からチケットをもぎ取ったソータはご満悦の様子。ソータは昔から女たらしだもんね。地味な彼女さん、ありがとうね。うんがー、いや、落ち着け私。ソータ、私言ったよね。このチケット、取引先の社長さんからいただいたって。あ？あ、なんだよ、お前まだいたのか？そんなの知ったこっちゃないよ。もうお前に用事はないから、とっとと伏せろ。ソータに追い払われるように、その場を去ろうとした私ですが、その時、背後から声が。お待たせ。あれ？パニコさんは？あ、あ、社長、あ、どうしてここに？そこには、山田社長と社長の旦那さんの姿が。実は私、山田社長夫婦とダブルデートの約束をしていたんです。今時のテーマパークで遊んでみたいと言うから、チケットと引き換えに、一日案内は買って出たというわけです。そして、賢明な皆さんはもうお気づきでしょうが、私の取引先って、ソータの会社だったんですよ。あら、なんでパニコさんじゃなくて、その女性と一緒なの？どういうことかしら。パニコのやつ、急に腹が痛いとか言って。なわけないでしょうが。隠れて見ていた私は、出て行って、こう言ってやりました。ソータ、そんな嘘言っても、すぐにバレるんだからね。パニコ、お前、どういうことだよ。なんでうちの社長がお前と。え？この人、ソータの会社の社長さん？どうも、はじめまして。ソータの幼馴染で、恋人の彩香です。よろしく。彩香さんの発言に、その場の空気が凍りつきました。へえ、今日はパニコさんとダブルデートのつもりだったけど、そうなんだ。恋人は私かと思ってたけど、違ったんだ。いや、そうよ。ソータと私はずっと前から付き合ってんの。あんたさ、その顔でソータと釣り合ってるとでも思ってるの？あんたなんて都合のいい ATM よ。社長さん、このチンチクリンに騙されないでくださいね。本当の彼女は私ですから。未来の重役候補の嫁は私です。何を勘違いしているのか、ベラベラ喋る彩香にソータは汗だらだら。山田社長のこめかみはピクピクとしています。彩香、お前もう喋るな。社長、これはちょっとした行き違いで、パニコ、お前なんで取引先が俺の勤め先って教えてくれなかったんだよ。私、仕事とプライベートは分けたいタイプなんで。ソータ、ずーっと私のこと騙して、この女と付き合ってたのね。ふざけんな！パニコさんの言う通りよ。それに、ソータさん、あなた将来の重役候補なの？ずいぶん持ってるのね。仕事のできないダメ社員なのに。パニコさんにお付き合いの相談された時は一応忠告したんだけど。あれ、そうでしたっけ？面目ない。私言ったら夢中になると周りの言葉が聞こえなくなっちゃうんですよね。パニコさんはあなたに夢中で幸せそうだったからうまくいってると思っていたのよ。でもやっぱりとんでもない男だったというわけね、このアンポンタンのダメ男が。ソータ、いつも俺は営業成績ナンバーワンの重役候補って言ってたよね。社長の後を継ぐのは俺だって言ってたよね。いや、あの、すみません。ああ、私ったらこんな男に惚れてたなんて、情けないったらあれしない。パニコさん、行きましょうか。はい。状況がつかめず、ポカーンと立っている彩香さんと、顔面蒼白のソータを残し、私と山田社長はその場を後にしたのでした。もちろんパニコでプリンワールドのチケットは取り返しましたよ。さあパニコさん、今日は私と夫をエスコートしてくれる約束よね。もちろんです。目いっぱい楽しみましょう。イシシ。その後私はソータと綺麗さっぱり縁を切りました。実はソータ、彩香さんとグルになって私の他にも3人の女性を騙していたそうです。中には結婚の約束をしていた人もいたみたいで、今回の件で全てがバレて慰謝料請求にまで発展。
会社でも社長に嫌われて肩身が狭くなり、周りの白い目もあって退職へ。しばらくは彩香さんと一緒に暮らしていたようですが、お金の件で揉めまくってあっという間に別居。今は慰謝料の借金を返済するため、朝から晩までバイトしてひいひい言いながら働いているようです。彩香さんも何人もの男性を騙して付き合っていたようで、こちらも慰謝料の支払いで身を削って働いているって。似た者同士、自業自得、因果応報ですよね。そして私はというと、パニコさん、うちの夫がパニコさんのことをえらく気に入っていて、あのプリンに関するうんちくとプリン以外が刺さったらしいわよ。え、ありがとうございます。それで夫の菓子会社が企画するプロジェクト、パニコさんに任せたいんですって。もちろんプリンメインでね。ぜひ力を貸してあげてちょうだい。え、本当ですか？やったー、いしし。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニキさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。